すいません、遅れました。すいません。はじめまして。はあ、何分くらい使えたんですか？1番です。1番、2番、3番って感じちょっと休んでいいですか？はあ、疲れた。どういうルートで来たんですか皆さん？説明できない。え、そうですか？複雑な。どこやってきたんですか？まるで奇跡のない井森山。僕通ってきました今。ああ、そうですか。本陣山と。ああ。電車遅れた俺には随分炎上してきました。偶然ここにいらした。いや、狙いしまして。いや、ね、狙って。あ、そうなんですか。実は去年の丸山、日向山の時も行ったんですけど、お会いできなかったんです。もしかして、コフさんと会われたことですか？あ、はい、はい、そうです。ありがとうございます、今日は来てくれて。今のところ2名。あ、何で
そうだと思うんですけど。ありがとうございます。すみませんでした。はい、よかったその説はご迷惑かけて、すみませんでした。そっか、はい。何さんでしたっけ。そうだ、さんが、皆さん、はい、もう忘れないや。そうだ、そっか。今日コスさん来るかな、もしかして。もうだ、出禁しちゃったのは来ないじゃないですか。出禁一回したわけです。一回したわけだから。なんか当面ちょっとお見合わせくださいみたいな感じで。あ、一応ね、しばらくって書いたから。うん、確かに、そうか。で、みじゅうさんどこから来たんですか。私は阿賀野から前坂登って。前坂来て、はいはいはい。そっから、半のアルプス。いました登山者さん、他。あんまりいないんじゃないですか、ね、蜘蛛の巣張ってたんで、あんまりない、ね、私の前はいないです。素敵ですね。どうもお持ちだと思います。私もお前3枚目です。は2枚。ありがとうございます。おお。私は浅見茶屋に行きたいので。ああ、すみません、なんか。遅れちゃって、あんまりお話しできなくて。丸山の時お会いできなかったので、今回こそはと思って。ああ、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。あ、つ、はい、お土産。すみません、なんか。あの、今日は貢ぎ物忘れた。いや、いいです、いいです。いや、ああ、これはあれじゃないですか。あれです、あれです。例の。美味しい甘酒キャンディーじゃないですか。そう。北海道の酒造のやつだ、ね。のやつです、それは。それでお酒さしてもらいます。飲まれるんですか、ここで。いや、いいですよ、いいですよ。待ってる間、もうちょっと2杯飲んで。あ、そうなんですか。もう飲んでるの。この後、じゃあ、行かないですか。それはまたそれで行けますか。またそれで、また別に。飲みますか。いや、いいですよ、いいですよ。いや、もし誰も今日来ないようだったら、吉田山って知ってます。ああ。吉田山経由で下ろうかなと思ったんですけど。阿武山っていう、一応山頂表記あって、そこをピークを取れるんですよね。あ、ちょっと取ってきていいですか。多分あると思うんで、まあ。どうぞどうぞ。よいしょ。今月は柏木山かなんかかなと思って予想してたんですけど、なんか一回柏木山かなんかでハロウィンやってたじゃないですか。はい。だから、ハロウィンだから。ああ、ここでは確かに。何気にここ火使えるってことでしょうね。これはなんですよね。おぉ。どうぞって意味でしょ、これ。おぉ。あの、白岩小屋までうまく行きゃ行って、で、そこ寝ちゃおうかなと思ったんですけどね。真名倉山を見ながら。あれ、白岩小屋って廃墟のところですか。そうです、そうです。ですよね。どっちかというと、三峰寄りの方ですもんね。あ、そうですね。もしかして、富山さんですか。あ、はい。あ、なんか、月齢登山の告知を見て。あ、そうなんですか。スルーされたから、なんか、登山ですか。いや、ここだと分かんなかったから。あ、そうなんですか。今日はどこから起こすんだろう。阿賀野駅からですよ。え、阪野駅。阿賀野駅か。阿賀野駅か。ここはもう何回も来たことあるんですよ。はいはいはい。レースやってるんで。阿賀野からここじゃまだまだこの辺りないじゃないですか。いや、もう秩父から来たことあります。この後どこ行くんですか。いや、もう今ね、足痛めてるから、はい、ようやく活動ができるようになったんで、UTMF も完走したことありますよ。私の実家が小川ちゃんです。おお、そうですか。じゃあ、あっちも奥は、じゃあ浅間山とかはもちろんね。うん、知ってます。実は神戸山って私の山なんです。私の山。私の、私の土地なんですよ。そうなんですか。いつもお邪魔させてもらって。あ、させてもらって。今でもですか。今そうです。じゃあ、お貸ししてるって感じですか。登山道の整備なんかもやってくれるんですよね。だから、そういうのが必要なたびに連絡来るんですよ。ここを整備したいんですけど。で、僕、道標を貸してくださいって頼んだりしたら、一応それで整理するってことですか。で、整理しますよ。だからそういう。だから、先週もお借りしましたよ。ああ、そうですか。もう安いんですよ、めちゃくちゃ。あ、こんにちは。お疲れ様です。お久しぶりです。年に数万程度じゃないですか。山なんか、すぐ買えますわ。あ、もうダメだ。大規模に、その、単位系をやるとは、だから林業で例
べていくとめっちゃくちゃ難しい。あ仕事こんにちは。ぜひぜひ座ってください、こっち。はい。カメムシいっぱいいるんで気をつけてください。あ、カメムシいますよね。多いですね。キーさん、どこからお越しになるんですか。こっちやな、頭の方。あカラオケですぐ行くですね。そうです、そうです。前坂を前坂、そうそうそう、前坂出身一緒だ。いつももらったばかりです。そうそう、ありがとうございます。いただきます。いただきました。ありがとうございます。すみません、わざわざいただきました。こうなってくるとどことどこがこう、ね、面識あるのか僕にはちょっと把握できなくなって。プレムラさんとキーさんってどうですか。初めてです。初なのか。初めて。朝見せにも今日行きたいって書いてあります。そうそう、コメント書いてあります。行きたきゃ行けばみたいな感じ。そうですね。この後行こうかなって私も考えてます。うどん売り切れたりするからで行かれた方がいいかなと思って。まあ、個人的にはちょっとあの一回やっちゃったんで。あ、やっちゃったんですよ。お湯割り飲みますか。え、大丈夫です。一度は行っといた方がいいです。あ、浅見じゃないですか。一度は行った方がいいですよ。行かれるんですか。僕は1時半。じゃあ先行って後で行きますよ。本当になくなっちゃうんですね。なくなる。今の時点でもしかしたら一応可能性はあるかもしれない。だって下るまで時間かかるから。はい、行ってらっしゃい。今日飲み行きますか。今日は行きましょうか。僕らが行く頃には出来上がってる可能性がありますね。皆さん、あ、上野駅から来られたんですよね。あ、僕は西阿賀の。西阿賀の。なんかいろんな人からそれぞれルート聞くと誰がどのルートだか分かんなくなってきますね。1時半行きますか。え、前のなんかキーさんと3人で飲んだじゃないですか。その時の動画も見てないってことですか。自分のは見ない。見ないんだ。やってなかったんですか。え、なんでやってないんだろう。なんだろう。最後の客はいたみたいですけどね。あ、店は開いてたんですか今日。これはやってたんですか。やってたらしいですけど、もうお芝居1年ぐらいで終わりだった。ああ、じゃあ結構待ちましたね。いえ、座ってて。ああ、エンジョイアガの、はい、エンジョイアガの知ってます？エンジョイアガの知ってます。やってんのかな。問い合わせたいな。多分これがキーさんの車じゃないかな。うん、もう入っちゃってんじゃないかな。カメムシなんでちょっとくっついてる。じゃあ払った方がいいか。払ったらどっか行っちゃったんですか。じゃあ今日はありがとうございました。カメムシちゃん取ります。あ、2匹いるんだ。じゃあ多分山から連れてきた。なんか前ボトルワインってありませんでしたっけ。今はないですか。赤も白もあるんでしたっけ。赤だけ。赤、じゃあお願いします。1本。ちなみに置いてないですか。キーさん知ってます。さん、はい、神之倉山の持ち主。え、持ち主。持ち主。私の山です。ちなみに関村さんはどうなんですか。関村さんは違う。違うんだ。でもここの客層としてはあんまお酒飲む人いないんですよ。一回土曜日だと日曜日来たけど、うん、飲んでるのは私だけです。あ、来たことあるんですか。いや、てっきり死なないのかと思うから遠くに遅れてるからここですよって教えてあげる。どうぞ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 。アイスは僕待ってますから。言ってたんだ。何あの人手振ってんの。トレランドブーはね、レジェンドと呼ぶ。あ、ちなみにマラソンとかってやるんですか。マラソンもサブスリーですよ。あ、サブスリーですか。なかなかだ。なんですか、サブスリー。なんですか多分、あの、サブプライムみたいな。そうそうそう。あの、この年代では日本の中でも結構トップレベルです、うん、だから、プンヤマ見てること自体がおかしいですよ、うん、そうそう、間違ってる。きっかけは何で始めた。だから、プンヤマさんの私の山に登ってたんだ。俺の山に登ってたんだ。愛さん、愛さんがねえの。俺の山に登ってたんだ。愛さんがねえの。
はじめまして、富山です。キーさん、気をつけて帰ってください。気をつけて。はい、気をつけて。この店の方が、最後、夕方で閉まっていいかもしれないですね。うん、この後、はしごしなければの話ね。これはしたいってことですか？わかんない。結構、北海道いっぱい行ってます。うん、だから100名山。じゃあ失礼します。ありがとうございました。失礼します。